皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2022の前にウィニングレブンも違うのか、 e フットボール見ていきたいと思います。このタイトルなんか馴染まんかちょっと怪しいぞ。今後考えていきましょう。はい、ということで、コナミ公式の、サイトの方が出来上がったんですかね、紹介していきたいと思います。ウィニングイレブンから e フットボールへということで、次世代のサッカーゲームエンジンを作り出すその決意を胸に始まった新プロジェクト、フィールド上の全てを再現するために新たなアニメーションシステムを構築し、操作も見直して試行錯誤を重ねました。こうして生まれた新しいサッカーゲームエンジンは、慣れ親しんだウィニングイレブンの枠に収まらないものだった。私たちは e フットボールフットボールへとタイトルを変え、新たなスタートを切ることを決意しました。生まれ変わった e フットボールで次世代サッカーゲームを体感してほしい。はい、ということで見ていきたいと思います。ここからが結構大事ですね。まず基本プレイ無料で、全てのデバイス間での対戦が可能になります。全てのフットボールファンに最高の対戦を楽しんでもらうため、 e フットボールは対応する全てのデバイスで基本プレイ無料でサービスを開始する。さらに近い将来、全てのデバイス間での対戦が可能になるということで、 e フットボールは世界最大の e スポーツプラットフォームへと進化するということで、来作2022って言っていいのか分かりませんけど、こちらから基本プレイは無料になると。そして近い将来ということなので、今後ですね、おそらく来作は、全てのデバイス間の対戦は無理だとは思うんですけど、それ以降、2023からかもしれないですし、今後全てのプラットフォームで対戦が可能になるみたいです。はい、そしていよいよ次世代機で登場ということで、 PS5 と Xbox シリーズ X シリーズ S での次世代機に対応、進化したグラフィックで描かれる圧倒的な没入感、白熱するフィールドを演出します。対応デバイスの方が描かれていて、 PS5、PS4、Xbox、いいか、あとは読んでください。もちろん iOS、Android、アプリの方も書かれてます。PC は Windows 版があったのかな ?Steam はあります。はい。で、トレーラーの情報は、一応貼っておきますね。はい。ロードマップということで、新機能、新モードの追加やゲームプレイ、イベントのアップデートを多数予定。今後の予定は、下記ロードマップをご覧くださいということで。はい、ということでロードマップ見ていきましょう。季節ごとに書かれてるんですかね。はい、ということで、まずはこれなんて呼ぶんだっけ、オータム、秋ですね、多分発売日だと思うんですけど、新ゲームエンジンが搭載になって、名門クラブを使ったローカルマッチ、これは VS コム戦とかかな。はい、そしてクロスジェネレーションマッチということで、 PS5 や PS4 の対戦はもちろん Xbox シリーズ X シリーズ S、 Xbox One での対戦も可能になりますと。はい、そして秋ですね、おそらくなんですけど、10月ぐらいのイメージですかね。オンラインリーグというものが開幕するみたいです。これは今まででいう e フットボールリーグでしょうか、どうでしょう。それからチームビルドモードというものもスタートします。これはおそらくマイクラブでしょうね、今まででいう。クラブセレクションの画像なんかも出てます。そしてクロスプラットフォーム、コンシューマーと PC ということで、PS4、PS5 やPC、Xbox などで対戦が可能になるんですかね。そしてマッチパス仕様搭載ということで、初回報酬なんかも書かれてますけど、これはイベントでなんかアイテムがもらえる的なものですかね、としか今のところ考えられませんけど、初回報酬と、あと2番目の報酬は選手っぽいんで、なんかイベントで選手がもらえたり、真ん中の01はコインだと思うんですけど、コインなんかも手に入るイベントがやってくるんじゃないかなということ。それからウィンターということで、冬になると e スポーツ大会開幕ということで、これが e フットボールリーグかな、今までで言う。そしてクロスプラットフォームということで、モバイル含めて、もう冬にはできるんだ。もちろんモバイル含めて5つのプラットフォームで対戦が可能になるみたいです。あとモバイルの対応コントローラーというものも出るみたいです。コントローラーはイメージです書いてますけど、今後こういうものも発売されるんですかね。今ある既存のコントローラーじゃないと思うので、今後発売されるんじゃないかなってとこです。はい、ということで、今回発表されるのはこれだけでしょうか。またなんか追加情報があれば、また追加で動画は撮っていきますけど、今回分かったことで、大まかに言うと、まずはフリープレイということで無料になる、アプリもそうですし、PS4、PS5 だったり Xbox なんかも無料になる。そして今年の冬からクロスプラットフォームに対応して、アプリと PS4 が対戦したりとか、そういうこともできるようになる。はい、そんなところですかね。
詳しい発売日とかはまだ出てきてないようですけど、またそれらの情報があればまた紹介していこうかなって思います。はい、まあプレイヤー人口が入ってきた、まあ、PS4 版、まあこれで、まあプレイヤー人口としてはそんなに影響はなさそうですけど、まあどんな感じになるのかもその辺も気になるところですね。はい、ということで皆さんどう思ったんでしょう、この今回の発表。ぜひコメントでね、いろんな意見聞かせていただければと思います。こちらのチャンネルでは今後も e フットボール2022情報、 e フットボールに2022はついてないのかな、まあ e フットボールの情報をね、紹介していこうと思います。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。